タジキスタンの郷土料理タジキスタン料理は、タジキスタンにおいて伝統的に食されてきた料理であるばかりでなく、ロシア、イラン、アフガニスタン、ウズベキスタンといった周辺地域においてもタジキスタン料理は一般的なものとなっている。パラウ、別名、オシュは他の中央アジアの周辺地域と同じくタジキスタンの国民食であり、緑茶が国内で広く安飲されている。 伝統的なタジキスタン料理では、ドライフルーツやナッツの盛り合わせと、春葉が食事の最初に出され、他にも小皿で、甘みが出された後スープや肉料理が出され、最後にパラウが出される。タジキスタン料理は、伝統的には、手で大皿からすくって食べる形式をとる。市場で販売されている、伝統的なナンパラウを作るタジキスタンの料理人、パラウもしくは、お酒、一般的には、 プロフとして知られている料理は、黄色の株や人参、ひき肉といった材料を細かく刻んで、米と共に、植物油や用紙を用いて、火山と呼ばれる鉄製の大釜で炒めた後、蓋をせずに炊き上げた料理である。肉は、菜の目切り、人参は短冊状に切り、米は、人参や油で木もしくはオレンジ色に色づくまで、炒める。パラウは通常テーブルの中央に、 大皿で提供されることが多い。伝統料理としては他に、クルトブがある。この料理名は料理の工程から名付けられており、塩分の多いチーズの塊であるクルトを水で溶き、その液体を薄い層状の平板のかけらに注ぐ。最後に飴色になるまで炒めた玉ねぎや他の野菜を、乗せて提供され、肉が料理の材料として用いられることはない。 クルトブも、また国民食と考えられている。食事は、通常中央アジアの大パンであるナンと共に、供される。多軸人の食卓において主催はあるが難がない場合、食事が不足しているというとされる。難を地面に落とした場合は、人々は、物語や鳥のため、落とした難を棚の上に置いておく。しきたりによれば、難を上下逆さまに置くと悪い運を呼び込んでしまうとされて、 おり、別の何でない限り、他の料理を何の上に乗せる際にも、同様のことが当てはまる。伝統的なタジキスタンのスープは主に肉と野菜の、スープと、肉の入った、麺料理がある。ファーストフードや副菜にあたる料理としては、マンティ、トゥシュベラ、サムサ、ベラシ等がある。通常タジキスタン料理において、前菜の一部として提供される、タイラパンのかけらですくって、 食べるような非常食としては、茶菓や濃いヨーグルト、海幕などがある。クルトの塊は軽食もしくは冷たい飲料に加えて提供されることもある。伝統的なタジキスタンの飲料ではないものの、飲むヨーグルトとして知られるケフィアも朝食で出されることが多い。夏季のタジキスタンでは様々な果物が販売される。ブドウやメロンといった製品はソビエト連邦時代に盛んに栽培されて、 有名になった。バザールでは、ザクロ、アンズ、スモモ、モモ、リンゴ、ナシ、イチジク、カキといった果物も販売されている。茶は通常食事と共に出され、来訪者がある場合は、ホスピタリティの一環として、食事以外の時間であっても提供される。タジキスタンの茶は、陶器製のポットを用いて熱い状態で提供され、砂糖などは入れずに持ち手のない、 小さなカップに入れて出される。茶は非常に人気があり、喫茶店はタジキスタンで一般的に最も人が集まる場所であり、西洋のカフェの雰囲気で茶が提供されている。ありがとうございます。